俺の名前は水野英二、シスコンの高校1年生。そんな俺はいつも通り大好きな姉ちゃんと一緒に夕食をとっていたのだが。エイジはもう考えたの？葵ちゃんへのプレゼント。プレゼント？あれ、知らなかったの？もうすぐ葵ちゃんの誕生日なのよ。姉ちゃんの彼氏の妹にして俺のクラスメートの長谷川葵、そんな彼女の誕生日が2週間後に迫っていると教えてもらったのだった。知らなかった。葵もうすぐ誕生日なのか。大輔の件では世話になったし、日頃の感謝も込めてせっかくだから何かプレゼントを渡したいな。ただお金ないんだよな。最近姉ちゃんたちの尾行とかで出費が多かったし。よし、こうなったらアルバイトするか。プレゼント代を稼ぐため短期アルバイトをすることに決めた俺。幸い姉ちゃんに相談したら、それならとある職場を紹介してくれた。そこは友人の両親が営んでいるという雑貨屋。学生のテスト期間がかぶってアルバイトに入れる人が減り、短期で働いてくれる人を探しているとのことだった。そして次の日には面接、即採用。姉ちゃんの弟というのもあってか、すぐに信頼してもらい、その日から勤務することができたのだった。私は前園ミラ、一応ここのオーナーの娘だよ。よろしく。水野英二です。今日からよろしくお願いします。お、元気いいね。はるかから聞いてた通りだ。え、なんて言ってたんですか？しっかり者の弟だから安心してねって。期待してるよ。姉ちゃん、そんなことを。嬉しい。ありがとうございます。短い期間ですが精一杯頑張ります。うん、それじゃまずは仕事の流れを説明するからしっかり聞いててね。その後ミランさんが丁寧に指導してくれたおかげで仕事にはすぐ慣れることができた。そしてミランさんとも仕事を通して徐々に打ち解け。へえ、プレゼント代を稼ぐために。はい、まだ何にするか考え中なんですけど。もしかして彼女？違いますよ。女性なのはそうなんですけど。いいね、初々しくて。ミランさんからかってます？ごめんごめん。けどそっか、まだ考え中なんだね。それじゃあ私が一緒に選んであげよっか。え、いいんですか？うん、からかったお詫びってわけじゃないけど、これでも一応雑貨屋の娘だからね。お客さんからプレゼントの相談をされることもあるし、センスのいい贈り物一緒に考えてあげるよ。ありがとうございます。こうして俺はバイト先とともにプレゼント選びの強力な仲間を得ることができたのだった。うん、今日の放課後空いてる？今日も難しそうだ。ごめん。これで3日連続。最近放課後ずっと忙しそうなのよね。しかも理由を聞いてもごまかされるし。もしかして私避けられてる？知らない間にエイジに何かした？そんな心当たりなんて。いっぱいあったわ。ただいま。で、どうしたんだ葵？え？いや、元気がないみたいだから。何かあったの？うん、なんでも。そう、ならいいけど。ま、たまたま忙しかっただけでしょ。明日になればきっと。そう思って次の日も誘ってみたけど、また断られてしまった。そして休日。本当、何してるのよエイジ。今日なんてメッセージの既読もつかないし。もしかして本当に避けられて？うん、でも。って、なんで私あいつのことばっかり考えてるの？これはそう、毎日私の誘いを断るからエイジに怒ってるだけで。って誰に言い訳してるのよ。はあ、とりあえず次に学校で会った時に理由を問いただして。え、エイジと誰？そっか、そういうことか。だから最近私の誘いをずっと断っていたのね。って
なんて顔してんのよ、私。別に関係ないじゃない。エイジに彼女ができようと。帰ろ。どうしてかはわからないけど、これ以上散歩を続ける気にはなれなくて、気づけば私は家に帰ることにしたのだった。ようやく来たな、葵の誕生日。プレゼントも無事に買えたし、あとは渡すだけだ。喜んでくれるといいけど、あれ、あそこにいるの？おーい、葵！え？あ、エイジ。最近ごめんな、誘い断ってばかりで。実はさ、それ関係で葵に話したいことがあって。私、用事あるの。え？急いでるから、それじゃ。用事？まあ、そういうことならしょうがないか。別のタイミングで話そう。そう思っていた俺だったが。どうにもタイミングが合わない状態が続いていた。昼休みも、授業終わりの時間も、すれ違ってばかりで。一日、葵とまともに話ができていなかったのだった。なんか俺、避けられてる。もしかして怒ってるのかな。最近誘いを断ってばかりだったし。どうしよう。できれば今日中にプレゼントを渡したいんだけど。葵！って、早っ！急いで追いかけないと！はぁ、エイジの話が聞きたくなくて、今日一日ずっと逃げ回っちゃった。誘いを断ってた理由を話す、みたいなこと言ってたけど、それってつまり、あいつの彼女を紹介されるってことよね。別にエイジとは協力関係だし、彼女ができても私には関係ないのに。なんでだろう。私、聞きたくないって思っちゃってる。おーい！葵！え？エイジ？はぁ、やっと追いついた。何？何の用？言っただろ？話があるって。大事な話なんだ。頼む、ちょっと付き合ってくれないか。わかったわ。ああ、朝も言ったけど悪かったな。最近ずっと誘いを断ってて。別に忙しかったんでしょ、いろいろ。まあそうなんだけど。なんでだろう、なんか気まずい。葵がいつもより静かだからか。怒ってるというよりは元気がないような。けどここまで来てもらったんだ、プレゼントは渡さないと。葵、実は今日時間を作ってもらったのは。聞きたくない。え？だから聞きたくないって言ったの。エイジが言いたいことは分かってるわ。もうこうやって二人で会ったりするのをやめたいって話でしょ。ん？ずっと考えてたの。エイジとはただの協力関係。そもそも私は男嫌いだし、別に会えなくなったってどうでもいいって、そう思うはずなのに。どうしてか嫌だって思ったの。エイジが私のそばから離れるのは。え？だから。ちょっと待った！何の話をしてるんだ？だから、彼女ができたんでしょ？今日はその報告で、それで。彼女？いや、できてないけど。え？もしかして、最近ずっと誘いを断ってた理由、彼女ができたからだと思ったのか？そう、なんじゃないの。違う違う！彼女なんてできてないって！でも、休みの日に綺麗な人と一緒にいたじゃない。楽しそうに喋ってて。休み？ああ、前園さんのことか。あの人はバイト先の先輩だよ。ちょっと用事があってな、買い物に付き合ってもらってたんだ。ついでにお昼も一緒にしたけど、別に付き合ってるわけじゃないぞ。バイト？じゃあ何？あんた最近ずっとバイトで忙しかったわけ？ああそうだよ。ちなみに短期の予定だったからもう辞めたけどな。バイト先輩な、何よそれ。私勘違いしちゃってたじゃない。バイトならバイトって言ってくれればいいじゃない。というか、それならどうして内緒にしてたの？ごめん、けどこっちにも事情があったんだ。
事情？ああ。え？これって。誕生日プレゼント。サプライズで渡したかったから、バイトのことも黙ってたんだ。プレゼントって、あんた知ってたの？私の誕生日。ああ。と言っても、姉ちゃんに教えてもらったんだけどな。それも結構ギリギリに知ったから焦ってさ。なんとか短期アルバイトを紹介してもらって、ずっと働いてたんだ。じゃあ、その買い物っていうのは？これを買うためだよ。前園さんにもいろいろアドバイスをもらってな。腕時計。姉ちゃん以外にプレゼントを渡すの初めてだったから、すごく悩んだけど、なんとかいいプレゼントが見つけられたよ。そう。私のために、そんな一生懸命に。葵、普段時計つけてないけど、これを機にって、どうかな？うん、いい感じ。デザインも素敵だし、気に入ったわ。そっか、よかった。腕時計を渡すって、そういうこと？え、なんか言ったか？うんうん、なんでもないわ。時計ありがとう。大事にするわ。ああ、気に入ってもらえて安心し、あと言っとくけど、さっきの言葉、別に深い意味はないから。え？その、エイジのそばにいたいとか、変なこと言っちゃったけど、あれは単に協力関係がなくなると困るとか、そういう意味だからね。ああ、そのことか。もちろん分かってるよ。そ、ならいいわ。おう。まあ、別に嘘ってわけでもないけど、エイジのそばにいたいって気持ちは。だってエイジは、私がお兄ちゃん以外で唯一気を許せる、ちょっとだけ、特別な存在なんだもん。それにしても、腕時計のプレゼントって。ん？どうかしたか？うんうん、別に。意味が分かってて渡したのか知らないけど、エイジも同じ気持ちでいてくれてると、嬉しいわね。腕時計のプレゼントには、同じ時を刻んでいきたい、という意味があるそうです。エイジがその意味を知っていたのかどうなのかは、まだ、内緒。漫画エンジェル猫岡、義妹生活、クラコン、2作品テレビアニメ化。